じゃあカズさん、山崎春のパン祭りさん、ひろきさん、こんにちは。キュンマートさん、こんにちは。ちょっと学校帰りで髪の毛ボサボサなんですけど許してください。で、今日授業中になんかハッシュタグでつぶやいてもらおうかな、ツイッターとかでつぶやいてもらおうかなと思って考えてて、一応 上の方に出てると思うんですけど、ダサいですか？なんか授業中にパッと思いついて、なんかエントリーナンバー5番やし5も入れたいなって思って考えた結果がそれ、ね、でなんかレッツゴーって行くぞーみたいな、進むぞーみたいな感じでいいかなと思ったんですけど、どうですか？いいですか？ハーハップ意外と好評でありがとうございます。で、あと今日ちょっといつもよりメイク薄めにしたんですけど、どうですか？いいですか？リップも結構ピンクめなのつけて、学校帰り雰囲気違うね、かわいい、ありがとうございます。ちょっとボサボサなんですけどすいません。と、あ、皆さんこんにちは。すいません、コメント全部読み切れてないかもしれないです。薄めもよきよき、薄めもいいですか？たくまさん明日見たかったな。あれですか、公演ですか？明日でも朝の10時から配信する予定なんで、ぜひ見に来てください。見に来てくれたら嬉しいです。あ、皆さんこんにちは。一応ここも見えるかな、ちょっと軽く巻いてるんですけど、もうほぼ取れてきちゃいました。キムアートさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。こんにちは、メイシカカタン、あ、ありがとうございます。嬉しいですね、まるまるシカカタンって嬉しいですね。ジュウエさん、こんにちは。で、今日というか前まで普通に机に携帯立てかけてたんですけど、ちゃんとなんて言うんですか、こう 三脚ではないけど、ちょっと携帯を設置するやつを買ってみたんですけど、映りいけますか？いや、とツイッターでツイートするのにスクショタイムください。なんかポーズしてほしいポーズとかありますか？リクエストください。こんにちは、めいちゃんしかカタン。熊根パパさん、こんにちは。おかちゃんさん、スマホスタンドかな、あ、多分スマホスタンドだと思います。多分そういう動画配信用とかじゃなくて、机とかに挟みながら携帯見れるよっていうやつやと思います。ひろきさん、ウインクですか？こっちできないんですよ、こっちしかできないんですよ。ウインクも下手くそですね、ちょっと頑張ります。熊根パパさん慣れてきた。ですね、まあでもやっぱ最初は緊張するんですけど、やっぱだんだん慣れてきますね。あっかんべーして、あっかんべーですか？恥ずかしいですね。ウインクかわいいですか？もっとなんかナチュラルというか、こうみたいな感じでできるようになりたいんですよ。レッツがひらがななのかわいい。あ、かわいいですか？でもそこもちょっとポイントで、あえてカタカナとか英語にしなかったの。何ですか、ひらがな、数字、英語って結構全部詰まってるんで、よくないですか？こんにちは。今日は何した？今日は学校行って、
て今からバイト行ってきます。ふわふわもふもふさん、これからも頑張ってくださいね。ありがとうございます。頑張ります。エイジパパさん、はじめまして、初見です。ルームフォローしますね。ありがとうございます。とまーさん、こんにちは。なんで今日はまあ1時間ぐらいかな、6時ぐらいまでやりたいと思います。明日スタンド天空席かな、天井席かな、天井席やったんですか。しっかり見てくださいね。なつきさんかな、なっちゃんさん、こんにちは。アフロ、すみません、漢字が見えないと来たよ。ありがとうございます。この止めてるクリップがもう壁に当たってちょっとグサって刺さりますね。本当に合格してほしいので頑張ってください。ありがとうございます。絶対メンバーになります。もうなんか現役メンバーと一緒に活動してそう。そうですか、そんな、まだまだですよ、まだまだです。そんな、ありがとうございます。4店舗のお店を経営してシェフして、新店舗のお店が10月25日、いつぐらい、1週間ぐらい前かな、15、大人っぽく見えるな。 ありがとうございます。あ、誕生日まで1週間切りました。11月8日で16歳になります。双眼鏡を持って行って探そう。あ、探してください。ぜひ見つけてください。刺さったら痛そう。いや、まあ痛いですね。結構これ挟む力強いんで、こう後ろに倒れた時にゴーンってなります。と、可愛いね。ありがとうございます。たくまさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ちょうどおめフライング。そうなんですよ。誕生日が、この配信が11月7日までしかできないんで、誕生日、16歳のめいちゃん届けれないんですよ。あと1日連れてたら16歳にやってたんですけど。ありがとうございます。ともゆきさん、こんにちは。16歳、十何歳ぐらいが一番なんかあれなんやろ、充実する年というか、花のセブンティーンとか言いますもんね。セブンティーンは高2か。何歳ぐらいが皆さん一番思い出深いというか楽しかったですか。大学生とかですか。まあいろいろあると思います。メイクを濃いのか薄いのどっちがいいとかありますか。今日はほんまに薄いと思います。ひろきさん、めいちゃんモデルとかやってそう。いや、やったことないですね。でもありがとうございます。モデルの方すごいですよね。あんなね、たまに動画とかテレビとかでその何秒に何ポーズするってあるじゃないですか。もう連続でカシャ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 みたいな。すごいですよね。よく思いつきますね。かわいい。ありがとうございます。タキシード猫さん、こんにちは。こんにちは。なずみさんさん、NMB48 のメンバーとして資格取得に、成功することを願っています。ありがとうございます。カズさん、フォローしました。ありがとうございます。フォロー嬉しいですね。ぜひつぶやいてください。いや、最初5番で何のニックネームにしようかなって迷ってたんですけど、普通にいいニックネーム、皆さんのおかげでできました。気に入ってます。これからの予定では、明日の10時からまた配信して、またっておかしいな、明日の10時に配信して、
で金曜日土曜日でやるんですけど、土曜日はちょっとメイク配信やりたいと思います。ぜひ見に来てください。なんか今日雰囲気違うな。今日多分メイクもいつもと違ってちょっと薄めにしたのもあると思いますし、ハーフアップにしてるのがあると思います。どっちの方がいいですか？こんばんは、めいちゃん今日可愛すぎる大好きだよ、ありがとうございます。結構ハーフアップ好評で嬉しい。あなたが成功するまで私はあなたをサポートします。私はマレーシアから来ました。お、マレーシア、ありがとうございます。あ、リコさんもなんか可愛い、ありがとうございます。メイク配信やん。カワウさんこんにちは。すっぴん見れるんですか？まあすっぴんというか、でも土曜日午前中学校あるんで眉毛だけは描いてると思います。でもあとは裸眼で、アイシャドウもマスカラとかアイメイクとかは何にも塗らずに配信したいと思うんですけど、ほんまに衝撃すぎて引かないでくださいね。フォロー外すとかやめてくださいね。メイク配信興味ありますか？興味持っていただけますか？こんにちは、ミルルモシやったものやで頑張って、ありがとうございます、頑張ります。メイク勉強になります。ぜひ、まあ私もド素人のメイクなんで、まあ、参考になればぜひって感じですね。土曜に学校あるの？そうなんですよ、あるんですよ。辛いですね、土曜授業なんですよ。上田スポーツさんこんにちは。とガールズプラネットさん、あ、大阪城ホールは自分でメイクするは自分でメイクしますね。なので明日大阪城ホール出演させていただくんですけど、どういうメイクと髪型にしようかなって今まだ迷ってます。スピンも絶対可愛いやん。可愛いかな、どうかな。まあそれは土曜日のお楽しみで。はやとみさんこんばんは。もっちーさんこんにちは。あります、あ、興味かな、興味ありますか？まあ私ので参考になればぜひやりたいと思います。参考になるんかな、わからんけど。かっちゃんさんこんにちは。てるさん初見です、あ、ありがとうございます、こんにちは。まさっぺさん8期候補生の中で夏かわいい、ありがとうございます。まあでもみんな違った可愛さありますよね。りこさん明日会えるの楽しみ。私も楽しみです、頑張ります。盤面偏差値高いね。高いですか？学力は低いですよ。自動ウッキーバナナ50バナナ完食、バナナ完食しましたか？ごちそうさまでした、言ってください。と、はやとみさん今日はいつまで配信するの？これから帰宅するの？今日は6時過ぎぐらいまで配信します。気をつけて帰宅してください。ラッキーさんこんにちは。ショールームさんオーディション頑張ってね、頑張ります、ありがとうございます。ロック38さん38さんこんにちは。ヤッシーさんこんにちは。ひろきさん星集め行ってくる、ありがとうございます。たかボスさんこんにちは。こんにちは。お母ちゃんさんバイト気をつけて行ってきてね。はい、ありがとうございます、気をつけます。最近暗くなるの早いですもんね。冬って暗くなるのが寒い、あ、寒いじゃない、暗くなるのが早いからほんまに気をつけてください。頑張れタイプかも、無理しないでくださいね、ありがとうございます。大丈夫です、頑張ります、無理しないように。気遣いありがとうございます。直之さんこんにちは。いや、また刺さった、痛いこれ。明日の髪の毛どうしよっかな。ポニーテール、ポニーテールにしよっかな。今頑張って髪の毛伸ばしてるんですよ。
キムマートさん頑張れ、応援してるよ、ありがとうございます。福島和茂さんこんにちは。こんにちは。じゃあまた明後日かな、明日はできないかな、また来るよ、忘れない。あ、明日朝の10時から配信しようと思ってます。ぜひ来てください。来てくださったら嬉しいです。10時です、朝の10時です。シュートさん、メイちゃんこんにちは。こんにちは。星もいっぱいありがとうございます。クロリンさんこんにちは。こんにちは。で、そうですね明日は10時から配信して、で金曜日は5時から配信する予定です。あ、上田スポーツさん星ありがとうございます。早富さん10時やね、了解、10時です、10時です。直行さん明日とうございます、ぜひ見つけてくださいね。久しぶりに来れました。シュートさんそうですね、はい、安全運転で気をつけてください。いいな、いつか車運転してみたいな、自分で。あーさん星ありがとうございます。自分で車取って車の免許取って自分で車買って夜の何ですかイルミネーションとか運転してみたいなと思ってます。まあ、海沿いとかも車でお出かけしてみたいなって思ってますね。コスプレとか被り物にも期待したいですね。コスプレとか被り物、まあ探してみます。はい、ありがとうございます。やってみますね、いつか。スネドラさんこんにちは。ノリブンさんこんにちは。そうですね、ハロウィンも終わったしね。ハロウィンなんかみんなお菓子交換したりとかしましたか？私はスイートポテト作ろうと思ったんですけど、スイートポテトパイを作ろうとしたんですけど、まあ、パイシートがなくて作れなかったです。やし、やる気もちょっと起きなかったですね。こんにちは。スネドラさん、のりぶんさんこんにちは。ガチャ、欲しい車ある？欲しい車、ちょっとそんな詳しくは決めてないですけど、外車乗りたいですね、外車。ノリブさん、お菓子をあげる立場です、私にもください。ジェームズさん、かわいい、ありがとうございます。タキシード猫さん、ハロウィンとは何ぞや。ハロウィン、まあハロウィンってね、子供の元はというと子供の行事みたいなもんですもんね。いや、わからないです、私のただの子供が仮装して、でも今とかもう大人の方もコスプレとかして楽しいですよね。まあ私は何もしてなかったですけど。それは学校の制服ですか？これだけ制服ですね。これは普通の服です、寒いんで。めいちゃん字綺麗やな、ありがとうございます。めっちゃ丁寧に書きました。普段もっと雑なんで。外車化ケースかっこいいですよね。タートさん、かのんちゃんに似てますね、知らないかな。そうなんです、私かのんちゃんに、野々村かのんちゃん、野々村かのんさんによく似てるって言ってくださるんですよ。ありがとうございます。もうそんなことないんですけどね。車3台スープラクラウンファントムあるから貸してあげる。今度こそほんまに車です。貸してくれるんですか？ありがとうございます。ちゃんと返しますね、借りたら。はい、運転気をつけてください。ギリギリさんこんにちは。ハマックさんこんにちは。お母ちゃん外車ね、そう外車乗ってみたいんですよ。かっこよくないですか、外車乗ってる女子。上田スポーツさん、5番は覚えやすい、ラッキーですね。いや、そうなんですよ、一桁なんで覚えやすいです。
5番です。とこんにちは、君は合格です。 ありがとうございます。頑張りますね。アライグマ系ですね。アライグマ系ですか。なんか動物診断とかやってみたら、何やったっけな、何出たっけな、カンガルーとかやったかな、ちょっと忘れたんで、もう一回やってみたいと思います。タータさん、カノンちゃんよりメイちゃんの方が魅力的やん。いや、そんなことないですよ、本当に。カノンちゃん、でも野々村カノンちゃんも私ほんまに知らなくて、高校入るまで多分顔見たら分かるって感じぐらいの曖昧な記憶やったんですけど、高校入ってから野々村かのんちゃんに似てるねって言われてとか言ってくれて、で調べたんですけど、自分的にはそんなに似てるって思わないんですよ。似てますか。土の子さん頑張ってください、ありがとうございます。カンガルーってピンとこんな、カンガルーやったかな、ちょっと忘れました、記憶が。すいません、ちゃんと調べてきます。5番は一番好きな数字なんです。あ、そうなんですか。え、ちなみになんで好きなんですか、5番。5番ってなんか丸みとか書きやすいですよね、5番って。なんか綺麗に見えるバランスが。ラザラスさん、今日の髪型めっちゃ可愛い、 ありがとうございます。今日はちょっとここは、よいしょ、ここは軽く巻いて、ここクリップで留めてます。見えてるかな、ちょっと雑なんですけど、放課後なんで。目元が似てるかな、目元が似てますか。あ、そう、今日つけてるカラコンが、その野々村かのんちゃんがプロデュースしてるチェリッタっていうカラコンつけてみました。どうですか、いつもよりちょっとちっちゃめなんで、似てるよ、似てますか。多分どこが似てるかっていうのも自分で一回考えたことあるんですよ。で、似てるパーツというか、多分野々村かのんちゃんもちょっと唇が分厚くてちょっと魅力的で、私もちょっとチャームポイントで分厚い唇って言ってるんですけど、唇分厚くないですか。無音のまさみくんさん、こんにちは、こんにちは。と、ちらちら。シュートさん、野球やってたんだけど初めての背番号が5番だった。あ、そうなんですか。野球やってたんですね。野球って難しいですか。もう私球技できないんで、全然できないです。絶対空振りしまくります。へえ、よう分からんけど、カラコンのことですか。カラコンはね、必須です。髪型大人っぽい、ハーフアップ。そうですね、髪型はまあ一応ハーフアップです。ハーフアップです。ナイスな唇、ナイスな唇。でもお母さんがそんな唇分厚くないんですよ。なんでここはなんか、ここに栄養いったんかな、成長しました。カノンプロデュースなんで、そうなんですよ、これカノンちゃんがプロデュースしてるカラコンつけてます。今日はマジ、んごめんなさい、カノンちゃん似てる、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。受験者の中で一番可愛い。そんなん言われたらな、嬉しいですね。なんか今イントネーションめっちゃおかしかったな。ありがとうございます、そんなこと言ってくださって。5番をはじめカクってして最後くるってなってるから可愛い。まあそうですね、最初カクってなって可愛い、まあ可愛い、可愛いですね、可愛い数字に当たりました。カラコンしてるのか、裸眼かと思った。そう、今日はカラコンしてるんですけど、
あの土曜日にメイク配信しようと思ってるんで、その時は一応最初は裸眼ですね。マポさん、マボさんか、すいません、こんにちは。兄弟いるの？兄弟は妹がいてます。レッピンファットさんかな、こんにちは。下唇に栄養偏りすぎやろいや、なんか唇だって、うん、お母さん唇分厚くないんで栄養いったかもしれないですねそう、WR さん、こんにちは。こんにちは。赤ちゃんさん、髪留めが NMB からだね。ヒョウ柄っぽい柄ですか、これ。あれ、何の柄つけてたっけ。朝急いでたんで覚えてないです。何柄ですかこれ見えてますか。と、WR さん、かわいい、ありがとうございます。ターチャーさん、若き日の高めなりとても似ているの NMB48 の創刊候補だね。そうですか、似てますか。と、ニシンさん、あ、こんにちは。ダブラザ、メイビーメイビー好きなのかもしれない。好きですかちょうどメイなんで、メイちゃんで覚えてくださいね。今日は制服配信、メイちゃんの可愛さに制服されそう。今日はもう学校終わってから配信してるんで、ちょっと制服にトレーナー着て配信してます。一応制服です。難しくもないけど簡単でもないって感じかな。あ、野球ですか。野球、ちなみにどこのあれ、守備なんですか。ピッチャーとかキャッチャーとかファーストとかセカンドとかショートとかサードとか、あと何や、ライト、レフト、センター。関西人、さすが関西人、喋りうますぎ。もしダメだとしてもタレントもいけそう。喋りうまいですか。私多分めっちゃ下手くそやと思いますよ。順番バラバラやし、言い間違いするし。うまいですか。で、 NMB に推しめいますか。あ、これよく聞いてくださるんですけど、正直に私あの NMB48 にめっちゃ詳しいってわけじゃないんですよ。そのアイドルにはなりたかったくて、で音楽番組とかその YouTube とかに配信されてる動画とかは見てたりしてたんですけど、そういう何ですか、推しの目というか、もうこの子のここが好きで推したいっていう目で感じで見るんじゃなくて、あ、私もこうなりたいなっていうのでずっと動画見てて、でそんなになんていうんですか、 NMB48 について詳しく知らなくても、最近渋谷さんテレビ出てはるじゃないですか。でそれであの NMB48 のこと知らない人でも、その渋谷さんみたいにいろんなテレビで活躍して、あ、こんな人 NMB48 にいるんだとか、もっと知りたいなって何ですか、思ってくれるきっかけな人になりたいんで、その推しというか憧れてる方では渋谷さんを挙げさせていただいてます。結構ヘアアレンジはするのかな。いや、ヘアアレンジはしないですね。いつももうストレートに下ろしてるだけですね。巻くのもあんまり上手くないんですよ。で今練習してて、でそしたら今日ここ巻いてたんですけど、親指やけどしちゃって、見えますか、ここ痛いんですよ。みおにゃんさん、こんにちは。小池な佐藤くんさんかな、ヤッホー、圧倒的に可愛い、ありがとうございます。こんにちは。受かって NMB になってね、頑張ります。絶対メンバーになります。とバッティングピッチャーやってました。ピッチャーやってたんですか、すごい。ピッチャーもでもあれですよね、プレッシャーに勝つというか、すごいと思います。正解なん、すいません、話が忘れちゃいました。言い訳メイビーどういうことかちょっとわからないです、すいません。ピッチャーとサードやってるんですか。それって何ですか、ピッチャーやってても他の守備って
守れたりするんですか？なんかもう勝手にピッチャーはピッチャー、まあ、ショートはショート、サードはサードとかと思ってるんですけど違うんですね。めいちゃんは阪神ファンですか？阪神ファンというかおばあちゃんが阪神好きで何回か球場には行ったことありますね。そう、あの川上一博さんがその阪神タイガースのトラバンで出たのも見てました。きょうさんこんにちは。こんにちは。みょうにょんさん、それ制服と、このシャツは制服で上にちょっと寒いんでトレーナー着てます。はまちゃんさん、5番5月、めいめいちゃん、あ、そうです、ちょうどほんまにそれです。5番なんで、で5月はめいっていうじゃないですか、でめいちゃんです。なるほどなるほどなんかコメント遅れてますね、すいません。せなさん、はじめまして、はじめまして、こんにちは、来てくださってありがとうございます。今日は普通に JK に見える。今日は多分制服着てるから JK に見えるんやと思います。幼く見えますか、いつもより。 NMB に入るまでなぎチャンネル登録してくれるとなぎちゃんが喜び、あ、なぎチャンネル登録してます。候補生の中で抜群にポテンシャル高い、ありがとうございます。お褒めを、お褒めの言葉を。小池なすとくんさん、絶対なれるわ、センター頼んだ、頑張ります。まずそのセンターというかちゃんと NMB48 のメンバーになれるように頑張ります、とかなります。ハッシュタグだけど多分びっくりマーク入れられない、あ、入れられないですか、すいません。あの、なしでも全然大丈夫です。つぶやいてくださろうとしてくれはったんですか、ありがとうございます。バンダムさんかな、こんにちは、こんにちは。ちゃんさん、キャプテンの小尻も優しいから安心して活動できますよ。はい、もうあれ NMB48 は本当に仲がいいっていうのをなぎチャンネルの方で見て、本当にないいですよね、仲良くてあんな楽しそうに活動できるなんて、もうほんまにメンバーになりたいです。今日の髪型のせいかあーやに似てるね。似てますか？ハーフアップ、ちなみにハーフアップです。めいちゃん陽キャラで、何力かな、まあ、コミュ力かな、高そう、ありがとうございます。でも私めっちゃ人見知りで全然人に話しかけられないです。もう今はもう皆さんコメントしてくださってそれに返してるんでなんとか喋れてます。はい、言い訳メイビーは AKB48 の歌です。あ、そうなんですか、すいません。今そうなんです、48グループ、48グループさんの歌もその聞いて勉強してるんですけど、なんかおすすめの歌とかありますか？今私も学んでる最中なんですよ。ズミさん、こんばんは、こんばんは。ミオニャンさん、いつもめっちゃ可愛いよ、ありがとうございます。今日はメイク薄めです。アーヤンっぽいね、アーヤンっぽいですか、アーヤンさんっぽい。でもそれもよく言ってくださるんですよ、ありがとうございます。タレ目がめちゃくちゃ可愛い、そう、タレ目もちょっとチャームポイントで、タレ目とちょっと分厚い唇がチャームポイントです。メイク薄いからなおさら幼毛、やっぱそうですよね、メイク薄めにしたら幼く見えますよね。どっちが好みですか？その隣のトトロぶりにメイちゃんに会った隣のトトロのメイちゃんツインテールしてますよね。私はハーフアップですトトロ最近見てないな。私中学の時使ってたお弁当箱トトロですよ初期の高見菜っぽい。あ、さっきもそういうコメントいただきました。そう、にぽいですか、似てますか。野球って9イニングあるんだけど1から6まではピッチャーやってて、7から9はサードマン。あ、なるほど、あ、じゃあ2つの守備できるってことですね。説明
何下手やったらごめんなさい。いや、ありがとうございます。わざわざ説明分かりました。ありがとうございます。身振りがたまに大阪の何々がちらほら。大阪出てますか、身振りで。タキシードメイクさん、オーディション会場とかで話したりとかおらんの？いや、もう何ですか、もうオーディションってことで緊張もあるし、でもともと私が人見知りなのもあるんで話しかけれなかったですね。はい、めっちゃ人見知りなんですよ。前田敦夫さんかな、こんにちは。こんにちは。はじめまして、吉田さん、はじめましてでごめんなさい。15歳とは思えないぐらい可愛い、頑張ってください。はじめまして、ありがとうございます。もうあと1週間誕生日まで来てるんです。16歳になります。まだ15です。15歳に見え、大人っぽいね。ありがとうございます。まあ四捨五入したら16ですからね。四捨五入、何の四捨五入やんって感じなんですけど。ゼロさん、こんにちは。フル頑張ってください。こんにちは、フル頑張ります。ありがとうございます。今日学校帰りめっちゃワッフル食べたかった。コンビニ寄ろうかと思ったけど時間がなかったから我慢しました。ジエントルメンさん、かわいい、ありがとうございます。マーボさん、15歳やったのか見えなかった。大人っぽく見える、見えますか。嬉しいです。急にナチュラルになるとギャップにやられ、そう、私ギャップを感じさせないんですよ、皆さんに。なんかギャップ見せられたらうって心持っていかれません。皆さんにギャップを見せたいです。もっともっとたくさんのギャップを見せていきたいです。みやちゃんさん、初見です。あ、はじめまして、こんにちは。たんたさん、久しぶりにアイドルで押せそうな子出てきた。押してくれますか。応援してください。ありがとうございます。STU ファンなので本当は STU に来てほしい。 STU48 さんね。まあでも、まあ、今回たまたまそう、本格的にアイドルになりたいって考えてたタイミングでこの NMB48 のオーディションが始まったんで、まあ応募をしましたね。タイミングもちょうどよかったと思います。 NMB48 8期生のオーディションの、今回のオーディションでめいちゃんと19番の子がお強いと思う。19番の子、いくちゃんって子が活躍してますね。かわいいですよね。ありがとうございます。君と虹と太陽っていう曲が元気になるよ。聞いてみます。ぜひ元気がない時とかちょっと疲れたなって日とき聞いてみます。ありがとうございます。なあちゃさん、こんにちは。こんにちは。タキシード猫さん、人見知りには見えないけど意外だね。そこでまたギャップ感じれましたか。人見知りでもギャップは感じひんか、どうやろ。で英語読めない。はいはい。こんにちは。いっくんさん、オーディションの会場って結構ピリピリした空気。オーディションの会場ピリピリ、まあでも多分もうみんな勝手に決めつけるのは良くないんですけど、多分ほぼみんな緊張してると思うんですよ。なんでもう自分のこといっぱいいっぱいで周りに話す余裕ってないとは思います。私はなかったです。でも何人かその待機してる時に喋ったりはしてる子はいました。秀樹さんかな、秀明さん、秀樹さん、こんにちは。こんにちは。シュートさん、あと5月が誕生日で、それもあって5の数字、あ、5月誕生日なんですか。あとじゃあ、12、1、2、3、4、5、半年後ですね。半年後誕生日ですね。私も来週誕生日なんで覚えてください。なんか話のつなげ方が下手くそやったな今。なあちゃさん、めいちゃん、はーい。ひろきさん、オーディションで見た子、めいちゃんがこの子可愛いってなった子教えて。オーディションで見た子で可愛い、正直に言うと緊張して何も覚えてないのもあるんですけど、面接をした時に
まあ、めなんていうんですか、ちょっとギャグ披露したりとかして笑い取ってた子は印象深いですね。すいません、あんま詳しく、もちょっと緊張してたんですよ。もう私もバックバックで、もう周りを見れてなかったですね。すいません。のりぶんさん、誕生日四捨五入する人初めて見た。誕生日四捨五入する、だってもう1週間切ってるんで、ほぼ16です、16です。ジョータロウさん、ギャップを見せたい、15歳、もう可愛い。ありがとうございます。もうギャップお届けしたいです、皆さんに。ギャップ系アイドルになろうかしら。ひろふみさん、こんにちは。こんにちは。普段メガネ、メガネかけてる子が急に裸眼になったりすると食いついちゃう。それもでも逆もギャップ萌えしません？なんか多分目悪いんか分からんけど、こう黒板とか見るときにこうってなって、こうやってかけて、あれもいいですよね。と、たまちゃんさん、こんにちは。こんにちは。マポさん、マボさん、すいません、何回も言い間違えてますよね。明日の情報ルは出るのかな。はい、明日の情報ルは、夜公演に出演させていただきます。で、10時から配信するんで、ぜひお願いします。来てください。すいません、めっちゃ揺れました、携帯。よしさん、こんにちは。こんにちは。健太さん、こんにちは。初見です。はい、ありがとうございます。はじめまして。リクトさんかな、ツイッターでレッツゴーで宣伝したらいいですか。はい、お願いします。多分さっきびっくりマークが入れない、入れられないってことなんで、びっくりマークなしですいません。書き直した方がいいですか。書き直しますね。これで入りますか。プレストンさん、こんにちは。こんにちは。アリクトさん、ハートありがとうございます。タータさん、ギャップならボブにしたりショートにしたらおってなるな。そうですよね、やっぱそれが一番のギャップじゃないですか。急にイメチェンって感じで。でもすいません、私髪の毛伸ばしたいんですよ。シュートさん、もうメイちゃんの誕生日覚えてます。待ってください、いい歯の日です、いい歯の日です。11月8日です。しんちんさん、メイちゃん仕事、ごめんなさい、メイちゃんこんばんは、仕事終わった。こんばんは、お疲れ様です。明日は休みですか。多分オーデで君も周囲から一目置かれてたろうね。そうですか。多分もう緊張してこう、もうずっと下向いてましたよ私。マーニーさん、こんにちは。こんにちは。いっくんさん、なんかそういうみんな緊張してる場で少ない時間で平気で何人も友達できる子、マジで何もとないんやろな。そう、ほんまにほんまにそうですよ。しかもだって学校とかでも入学式ってみんな緊張するじゃないですか。そういう時にでもなんか、あ、こんにちは、どっから来たん、どこに住んでんのとか、何部入るんとか話しかけてくれる子って、ほんまに私から見たらもう救世主にしか見えないですね。私もみんなと馴染めるようになったのも、そういうなんていうんですか、フレンドリーな人が話しかけてくれたのがきっかけで、友達もいっぱいできるようになったし、あんまり救世主でヒーローですね。急にメガネかけてきたりするとおってなるね。じゃあ今度メガネかけてみます。でも私メガネ似合わないんですよ。でもかけてみますね、ちょっとギャップをお届けしたいんで。オーディションの結果がいい誕生日プレゼントになったらいいね。いやほんまにそうですよ、頑張ります。もう絶対にメンバーになります。なんかオーディションの結果がいい誕生日にプレゼントってなんかいいですね。ちょっと睨まれてるってなりそう。あー、なるかもしれないですね。なんか私濃いメイクした時にちょっと目力強いとか目つききついって言われることあるんで、自分は睨んでるつもり全くないんですけど、睨んでるように見えちゃってんのかな。すいません、夜に行くから会えるといいな。夜、私も夜に出演するんで、ぜひ見つけてみてくださいね。見つけてくださいってこれしかしてない、双眼鏡を表してますこれ。朝の10時やったら情報ルついてるし、情報ルから配信見るね。ありがとうございます、ぜひ見てください。
アバイビさん、こんにちは。こんにちは。片山さん、こんにちは。こんにちは。7期生に JC とか年下の先輩いますね。いや、そうなんですよ。もう私より年下の子があんなに頑張ってるの見て、絶対なんて言うんですか、いい刺激というか感じるものはありますね。ハートありがとうございます。ケンタさん、誰が憧れですか。憧れは渋谷さんを挙げさせていただいてます。ナージさん、ウェイ系やな。ウェイ系ですか。めっちゃもう初対面の人の前ではめっちゃ静かですよ。だんだん時間を重ねてちょっと慣れていくタイプです。年重ねると人見知り、人見知ってる場合じゃなくなるから自然と治る。あ、そうなんですか。自然に治ってほしいな。私も治るかな。だいぶ極度の人見知りですよ。治るかな。リュウジさん、こんにちは。こんにちは。スーくんさんかな。はじめまして。はじめまして。こんにちは。しんちんさん、めいちゃんは仲良くなったらめっちゃ喋る。もう仲良くなったらめっちゃ喋れますね。なんか心開けるまでに時間かかるというか、いや開いてるつもりなんですけど、なんか何話していいかわからなくて口数が少なくなるって感じですね。まさっぺさん、明日朝10時なら情報ホールから配信見ますね。はい、ありがとうございます。星50個どうぞ。ありがとうございます。ぶーつけさん、目標にしているメンバーいますか。そう、目標もその渋谷さんで、あんな面白いのに何ですか、アイドルってなったらもう笑顔ですごいパフォーマンスして、もうそれもギャップなんで、私もそういうギャップとか、まあかっこいい時の歌とか可愛い時の歌とかで違う顔見せれたりしたらいいなと思ってます。目力強い子好きよ。目力強い子ってでもかっこいいですよね。なんかランウェイとか歩いてて目力強かったらめっちゃ若くないですか、こんな感じで。ウェリントンの形の、ウェリントンってなんかイントネーションおかしかったですか、のメガネ似合いそうやけどな。似合いますかね、メガネ。今度私持ってるメガネかけてみたいと思います。メンバーになったら握手会やお話会行きますね。なので覚えてください。シュートさん、覚えます。ありがとうございます。モフ大地さん、こんにちは。こんにちは。すずくんさん、大人っぽいね。ありがとうございます。下ろしてる方かくくってる方、どっちの方が大人っぽく見えますか。ゆいぽんさん、こんにちは。こんにちは。いろいろと強そうに見える。いろいろと強そうに見える。いろいろと強そうに見える。でも腕立ては強い。腕立てじゃないわ、腕相撲は強いと思いますよ。プレスナーさん、あ、真面目な子や。そうです、真面目な子です。パリピっぽいのに人見知りも、まあギャップだよね。マジっすか、またギャップをお届けできましたか。マヤ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 のさんかな。すいません。はじめまして。はじめまして。兄弟はいますか。兄弟は妹がいてます。はい。なつきさん、高校1年生でなんでそんなに可愛いの。ありがとうございます。お母さんが可愛いんです。お母さん可愛いんです。あ、別にあれですよ、自分が可愛いよって言ってるんじゃなくて、ママめっちゃ可愛いんですよ。なーちさん、めいちゃんかっこいい曲めちゃくちゃ似合いそう。多分そういう服とかもふわふわピンクとかよりなんか黒とかしっかりした色の方が個人的には似合うかなって思ってます。渋谷めいさんの生まれ変わり、渋谷めいさん名字がつきましたね。はじめまして。はじめまして。カリさんさん、こんばんは。かわいいです。ありがとうございます。こんばんは。NMB の楽曲なるとかの、あー似合いますかね。かっこいい系の曲の方が似合うんかな、どうやろ。デコ出しが一番大人っぽかったかな。デコ出しですか。デコ出し、
その前髪も伸ばしてちょっと刈り上げ風にかき上げかかき上げ風にしたかったんですけど、もうこの目のちょっとこの辺で挫折して切っちゃいました。下ろしてる方かな、下ろしてる方が大人っぽいですか。やっぱりロッキーの原カレンちゃんもおすすめですよ。はい、ぜひ見てみます。ありがとうございます。野々村誠の娘モデルのカノンちゃんによく言ってくださるんですよ。ほんまにありがとうございます。今日カノンちゃんプロデュースのカラコンしてます。下ろしてだおでこ出すと大人っぽいかな。そうですね、ククって多分ククっておでこ上げたら多分前から見たら私の場合髪の毛が全部ツルンってなるんで、前髪上げるんやったらここ全部下ろしてあげたいですね。可愛いママさん欲しいです。お母さんほんまに可愛いですよ。マリアとかバードとか似合うと思います。似合うかな。でもその私はそのかっこいい系とかも可愛い系とかも全部似合うアイドルになりたいですね。カメレオンアイドルって言うんですか。今日はちょっとだけトシソを多分制服で髪の毛もくくってるんで15歳に見えますか。かわいい、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。歌とかダンスは得意ですか。いや得意じゃないです。多分歌もダンスもやってきたことないんですよ。なんで好きやけど得意じゃないって感じですね。はい、かわいいね、ありがとうございます。ジッパーとかおニューの上履きとかかわいい系もやってほしい。かわいい系も挑戦してみたいです。お疲れ様です、頑張ってね、ありがとうございます。スクショタイムお願いします。スクショタイム、ポーズとかありますか、リクエスト。私何のポーズしたらいいか思いつかんからいつも皆さんにポーズ決めてもらってるんですよ。なんでぜひリクエストお願いします。めいちゃん NMB に加入したらあやみたいにモデルもやってほしい。モデルもやってみたいですね、いつかいろんな服着こなせるようなモデルにもなってみたいですね。めいちゃんならなれるよ。ありがとうございます、頑張ります。めいちゃんは可愛いし目力だからどんな曲でも似合うと思いますよ。マジですか。でも可愛い系の時はもうこのチャームポイントの垂れ目を最大限に活かしてこうニコって笑ったようなニコふわふわみたいな感じでいきたいなと思ってますね。半目ポーズ、半目ですか、半目。私変顔全然 NG なしでやりますよ。美人で可愛い、ありがとうございます。美人も嬉しいですね。なんか最近は着物とか似合う女の子になりたいですね。よしかなさん、こんにちは、こんにちは。奥行さん、こんにちは。学業との両立できそう。柴田さん、学業との両立ですね。その辺もやってみないとわからないなって部分はあるんで今は何とも言えない感じですね。キュンポーズやって、キュン、キュンポーズってこれですか。キビハートで合ってますか。はい、合格合格しましたちゃんとね合格って報告できたらいいんですけど頑張りますね。まさゆきさん、こんばんは、こんばんは。NMB の罰ゲーム、静電気コップはすごいぞ。静電気はマジで怖い。でもお化け行くのと静電気コップやったら静電気コップを選びますね。はい。なりさんかな、これ。はじめまして、こんばんは。学業なんて役立たんよまあそうですよね、芸能界で何ですか、生きていくとかだったら学業も関係ないし、まあその辺もちゃんと相談して決めてみたいと思います。あわわさん、星ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。めいちゃんの顔も大好きやけど笑顔が一番好きかもしれない。笑顔が最大の化粧って言いますもんね。笑顔でおったら
なんか幸せも訪れそうやし、笑顔でいることは心がけてますね。常に判明してる途中、一瞬井上真央さんに似てる時あった。マジですか？なんかおもろ。キュンポーズ合ってるよ。可愛すぎた。ありがとうございます。キュンです。ケイトちゃん、レナさんと同学年やね。そうなんです、高校1年生ですね。いい笑顔や。ありがとうございます。もう笑顔でいることが大事ですよ、本当に。笑顔でいたらなんか幸せな気持ちになります。その無理に笑顔作ってるんじゃなくて、なんか私自然に笑顔になっちゃうんですよ。もうそれほどね、楽しい日々を送らせていただいてますね。ぜひ笑顔でいてください、皆さんも。いい笑顔、今の笑顔でめっちゃ好きになった。ありがとうございます。やっぱ笑顔褒められるのも嬉しいですね。まあ15だし、可能性をどんどん模索していくべきな。そうなんですよね、はい、もうまだ15って今言ってますけど、もうあれですよね、もう年齢も経つの早いし、年齢も経つの早いしっておかしいな、年齢重ねるにつれて時間経つのも早いですし、うん、やりたいと思ったことはすぐにでもやるべきやと思ってますね。はい、それめちゃくちゃいいことやで。笑顔でいることは大切です、本当に。あーごめんなさい、めっちゃ揺れました。ごめんなさい。渋谷凪さんは笑顔だけで天下を取りそうだぜ。渋谷さんの笑顔もほんまに、あのなんていうんですか、くしゃって笑う感じの笑顔がたまらなくないですか。自然に笑顔になるなんてアイドルとして100点、ありがとう、100点ありがとうございます。めいちゃんの笑顔好き、ありがとうございます。新しいことかな、新しいことにチャレンジしているのは若さの特権。はい、もう若い時にまあやりたいと思ったことをねやってきた。そう、先生とかにも年取ったらやりたいこと限られてくるよって言われるんで、もうそうですね、やりたいと思った時にすることが大事ですよね。めちゃくちゃ深いこと言うとの、お深いですか。たまちゃんさ、周りのお友達とかにはオーディションのこと言ってるの。ですね、この今回のオーディションは話してないですね。こういうのってどうな、みんな話すもんなんかな。私はなんかいろいろ聞かれそうで、なんかこれどうやったんとか、こんなこれ何したんとか聞かれそうで言ってない。親だけですね、知ってるの。ファントムさん、こんにちは。こんにちは。赤ちゃんさん、そろそろ1時間経つね。あ、ほんまや、1時間経っちゃう。んじゃあ、10分までには終わろうかな。言わん方がいい、言わない方がいいですか。やっぱり合格したら、合格、まあそうですね、合格したらそうやって一応こういうオーディション受けてとは言おうと思ってるんですけど、今の段階では言うつもりはないですね。松岡さん、こんにちは。こんにちは、来てくださってありがとうございます。渚の今の月収は多分すごいぞ。いや、あんなにテレビに出演してたらすごいですよね。私もああやっていっぱい人気出て、いつか親孝行とかできたらいいんですけどね。はじめまして、そうばとさんかな、はるさん、すいません名前がわからなくて。はじめまして、こんにちは。お仕事の休憩中に見せるんやけど、めっちゃ演出されてありがとう。いや、こちらこそ見に来てくださってありがとうございます。アイドルって合格するのがゴールじゃなくて、そこからがスタートが大変だよ。そうなんですよ、もう目標が合格することって言ってるんですけど、まだまだ先はまだまだなんで、とりあえず今の段階でのゴールは、ゴール、まあ目標は NMB48 に加入して皆さんに報告することですね。でそっからまたスタートなんで頑張りたいと思います。髪型も見たいけど、横顔のスクショください。横顔のスクショですか、ちょっと前髪整えますね。じゃあ横顔ってどう、
私横顔そんな可愛くないんですよ。これ映ってますか？映ってますか？スクショタイム下手くそかもしれない恥ずかしい。明日会えるの楽しみにしてるで。あ、明日夜公演入ってくださるんですか？ありがとうございます。秘密来てくださいね。朝も配信するんでぜひ見に来てください。ショールームのサムネより可愛い子ってあんまりいないので、めいちゃんは逆パターン。あ、マジっすか？実際この動画の方がいいですか？それはありがとうございます。プラスになってるならよかった。ハッシーさん、はじめまして。はじめまして、こんにちは。だから次は渚の位置を狙おう。はい、頑張ります。北健さん、めいちゃんこんばんは。こんばんは。あ、プースケさん、星ありがとうございます。バッチリバッチリでしたか？こっちの横顔もいるいるとかなんか上から目線ですいません。動いてる方が魅力的です。あ、そうですか。でも写真とか緊張しちゃうんですよ。なんでスクショタイムとか もうめっちゃ緊張するんですよ。なんか絶対ブスな気がする正面から見ても美人やし、顔も美人やし、パイキャットつける。ありがとうございます。そんなこと、いい笑顔いただきました。ありがとうございます。笑顔でいてくださいね。ハローハロー、ピースして、ピースピースですか？なんかダサくないですか今のこのビースMBS の某女子アナに似てる。なんか今日髪型もアナウンサーっぽくてちょっと大人な感じしません？でも髪の毛を分けた方が幼く見えるって言ってくださいますね。声とか表情とか含めていいと思いますが、あ、いいですか？声いいですか？うるさいって思いません？ナイスミーチュー。はじめまして、こんにちは。はじめまして、のんちゃんさん、はじめまして。はじめまして。小学生並みのピースいや、なんか変やったですよね。なんか片手の方が良かったんかな。こんな感じですか？めいちゃんって呼んでください。難しいです。あ、やなちゃんさん、ハートありがとうございます。タキシードメイクさん、キュートな声ですよ。あ、キュートな声ですか？私って声高いですか低いですか？ JK なのにピースが幼いいや、そうなんだ。 JK のピースなんか今こんな感じですよ。なんかこんな感じのピースしてますよね。なんなのこれ、とっさに出てきたのがこれですリサさん、はじめまして、はじめまして、こんにちは。明日配信で応援しますね。はい、ありがとうございます。10時からします。普通じゃない、高くも低くもない、普通ですか？よかった。一周回ってみーちゃんが一番可愛い。一周回って一番可愛いですありがとうございます。ちょうどいい、あ、ちょうどいい、嬉しいですね。のんちゃんさん、めちゃめちゃ可愛いです。ありがとうございます。嬉しいですそれは古いだいぶ古いですよね。おお、ダブルピース、いい声やで。いい声してますか？ああまあ年相を聞いてて落ち着くかな。年相、あ、声ってもう変わるんかな、どうなんやろ。いや、でもちっちゃい時に比べたら低くはなってますけど、声って何歳ぐらいで変わるんやろ。声変わりの時期ってでもこれぐらいですもんね。聞きやすい声してるで、ありがとうございます。こもってる声ってよく言われるんですけど、いけますか？みーちゃんの声好きすぎて寝れそうあれですか、 ASMR 的な平成元年ぐらいだった。あ、ダブルピースですか。平成元年ってことは21年前ぐらいか21年前のピースで、まさやさん来ました。あ、ありがとうございます。
佐渡ころ114さんかな114さんかな、こんばんは、こんばんは、まさやさんこんばんは、帰宅した、あ、おかえりなさい、気をつけて帰宅してん、なんか日本語、気をつけて帰宅できてよかったですね。女性ってそんな変わらないイメージ、そうですよね、男の人ってだってめっちゃ声低くなったりしますもんね。さきんさん、うまいうまいうまい、はい、ありがとうございます。明日のライブ見に東京から来たよ。え、東京から来てくださったんですか。はい、ぜひ明日夜公演出演するんで、はい、お願いします、見つけてくださいね。ヘリウムガス吸ったらいつでもこんな顔で、ヘリウムガス、ヘリウムガス吸ったらこんな声になりますよねでも見た目も声も橋本環奈さんに似てるよね。いや、橋本環奈さんは言い過ぎですよ、あれは可愛すぎる、可愛いというか綺麗、整っている。お初夜で ありがとうございます。21位までアップしてきました、イケイケやね、21位まで、ありがとう、皆さんのおかげです、ありがとうございます。ミカのも平成のギャル好きやから、メイちゃんと着替えそう、え、一緒にギャルメイクとかしてみたいですね。明日のライブ出るの、はい、明日のライブは、夜公演に出演させていただきます。メイちゃんがお酒飲むようになって、何々したら声変わるで、まあ、お酒飲んだらね、酒焼けっていうんですか、ありますもんね。たまに男子の前と違って女子の前ではえげつない声低いなんかおらいますね、低い子いますね、タレ目が可愛い。明日頑張って、ありがとうございます、タレ目チャームポイントです。酒焼け NG ワード、あ、 NG ワードなんですか、そうなんですか。シュータさん、え、メイちゃんって1万年に一度の美人さんですよね、あ、橋本さん、橋本環奈さん橋本環奈さん超えてます、1万年に一度ですかありがとうございます、そんなことないです。みかんなちゃんとあげーってやってほしいよ、一緒にやりたいですね、あげーって感じで。メイクのことならコタちゃんに聞くといいよ、メンバーも参考にしてるみたいだから、はい、ありがとうございます。まあ、メイクで思い出したんですけど、まあ、土曜日にメイク配信もするんで、ぜひ3時から、土曜日は15時、3時からメイク配信したいと思います。明日は10時から配信します。おでこ全出しが見てみたい、この髪型でおでこ全出ししましょうか、でもだいぶ何これ、めっちゃデコ広いんですよ、この髪型でデコ出しってなんかちょっと恥ずかしいです。今度髪の毛下ろした時にしますね。僕の中では超えてます、ありがとうございます、1万年に一度の美少女やらせてもらってます黒目が魅力的ですね。でもこれカラコン入れてるんですよ、黒目じゃないです。土曜日仕事や、汗、土曜日仕事なんですか、私も学校なんですよ、学校なんで午後の3時から一応配信なんですけど、もしました見れる機会があれば見に来てくれると嬉しいです。可愛い、可愛かったですか、たけもさん笑ってますよねこれ綺麗なおでこしてるやん、してますか。メイク配信ってことはスタートはスピ、スタートは、まあ、午前中学校あるんで眉毛だけ描いてますね多分、あとは何もしてないです、裸眼やし、メイクとか何もしてない感じですね。万年ちゃんやん、ありがとうございます。デコ出すと綺麗さが増す、まあデコ出したらあれですよね、和が似合うというかそういう感じの女性になりますよね、その皆さんですよ、私だけじゃなくて皆さん、デコ出したら、女の子は前髪の毛のにすぐデコ出ししてくるのさすがにない、いや私前髪全然触られても怒らないタイプですよ、もう触りまくってくださいデコ出し大好物です。じゃあいつかまたデコ出しでライブもやってみたいと思います、デコ出しいけるぜありがとうございます。ヨネシーさんこんばんは、こんばんは、はい、てことでね、もう11分になったんでそろそろ終わりたいと思います。もうあれかな、ちょうど晩ご飯とかの時間かな、まだ早いか、
私の時晩ご飯の時間早いんですよ。はい、ってことで、最後読もうかな。明日探すのが楽しみで寝れそうにない。寝れそうにないですかね。寝てくださいよ。しっかり寝ないと眠たくなっちゃいますよ。デコペチンしていいですか。多分いい音なりますよ、私のデコ。お疲れ様でした。ありがとうございます。眉毛が一直線なのか面白い。眉毛ね、描くの下手くそなんですよ。練習してます今。お疲れ様でした。配信ありがとうね。俺も夕飯食べたで。あ、もう食べたんですか。何食べました。シンジさん、ハッシュタグでツイートしてください。ありがとうございます。ぜひここにね、ハッシュタグでツイートしていただけるように書いてるので、ぜひツイートお願いします。ということでね、今日も見に来てくださってありがとうございました。また明日、朝の10時からやるんで、もしよかったら見に来てください。ありがとうございました。バイバーイ。